藍津若松市か東町発田付近藍津若松市、一基町、鶴ヶ付近号の現交差点北、柳原交差点だるま交差点、滝沢バイパスは、福島県藍津若松市にある国道49号のバイパス道路。藍津若松市一基町の北柳原交差点までは、国道294号も重複している。また、一部区間で、福島県道十四号藍津若松裏、 万代線も重複する。加えて、本記事では、滝沢バイパスの西側の区間に位置する、若松バイパスのほか、滝沢バイパス、若松バイパスの区間内で行われた、拡幅事業、若松拡幅についても述べる。滝沢バイパス開通以前、当時の国道49号は、滝沢峠北や、靴掛け峠付近を経由しており、カーブや急勾配などが多かった。 加えて、合津若松市市街地を経由していたが、国道の改良はあまり進んでいなかった。東バイパスは、当時の加藤町、合津若松市北部を経由することにより、靴掛け峠、滝沢峠や合津若松市街地を大きく、バイパスするように計画され、加藤町橋清水付近から、合津若松市の北部に位置する JR 東日本、万越西線立橋までの区間が開通した。 その後、滝沢バイパス西側の区間が若松バイパスとして事業化され、開通した。現在、両バイパスの合津若松市一基町、町北町付近の沿線には商業施設が立ち並び、現在は一部区間が上下線、合計4車線での共用になっている。国道49号の起点側から終点側の順。また、突起がない道路はべて市道である。 指導はすべて、藍津若松市の指導。2005年度交通三節以下に、沿線の外境についてもべる。起点の藍津若松市加藤町発田付近を起点とする、本バイパスは、起点付近で、白川市方面からの国道294号との交差点を経て、加藤町発田付近を北に向かう。付近では、上り線に都反車線がある。しばらく北上後、 福島県道64号合津若松裏番台線との交差点に至る。この交差点付近では、農地、集落などが広がる。交差点後は北東に進み、福島県道33号合津番下下河線との高塚団地入り口交差点に至る。この周辺は、森林や住宅地、農地などが広がる。また、高塚団地入り口交差点から進路を南に、反転した後、 都販車線がある区間などを経て南下する。その後、万越自動車道との立体交差付近で、藍津若松市一基町に入る。藍津若松市一基町に入ると、工術の拡幅事業で拡幅された区間となる。この区間では徐々に進路を西に変えるが、沿線には住宅や商業施設などが立ち並ぶ。このような区間を経て、国道百十八号、国道二十一号、 国道401号との北柳原交差点に至る。この交差点付近でも商業施設などが立ち並ぶが、北側には水田などの農地も広がる。北柳原交差点からさらに東進をし、町北町内を通過し、終点の中沢交差点に至る。沿線には、合図アピオなどの商業施設などが立ち並ぶ区間も、 多いが、区間によっては水田などの農地が広がっている箇所もある。本来パス内のうち、特に、合津若松市基調西部から、同市町北町にかけての区間では、沿道環境について改善をするために、拡幅が計画され、強要された。ABC 合津若松市中歴史編集戦後現代合津戦後から明日へ。 ピアニッシモ68から 702009ABCD 福島の国道を行く道づくりと沿道の歴史を訪ねて十1 1 5 1 9 8 8 a b c d 福島の国道を行く道づくりと沿道の歴史を訪ねて十1 1988て、b、1 5 1 9 8 8ありがとうございます。